中央アフリカ帝国は1976年12月4日に中央アフリカ共和国の大統領ジャンベデル・ボカサが国号の解消を宣言してから1979年9月20日にクーデターにより訂正崩壊するまでの間に用いられた国号である。ボカサは1976年12月4日に帝国への国語解消を宣言し、 ちょうど1年後の1977年12月4日に大冠式を挙げ皇帝母家さ一世となった。大冠式には国家予算の3分の1に当たる日本円にして約65億円を費やしたとされる。大冠式には国際儀礼で皇帝と同格とされる日本の昭和天皇とイランのモハンマドレザーパフラビーを招待したが両者とも出席しなかった。 フランスは帝国を承認し、物資援助を続けた。だが、すでに帝国は、粛清による人材不足、赤字経済が重なり、崩壊への道をたどっていた。1979年1月、反帝制の学生デモが勃発したが、母家再生はこれを武力鎮圧、約100人の小学生を含むおよそ400人の死者を出した。この後、フランスも、帝政打倒を画策。 ボカサ一世は新たなる同盟者を求めて、リビアに向かった。その訪問中の9月20日、フランス軍の指示を受けたダビドダッコにより、無血クーデターが起き、帝政は廃止されて、共和制に再度移行し、ボカサ一世は亡命を余儀なくされた。数年間の亡命生活の後、ボカサは1986年に、 帰国、1987年に死刑を宣告されたが、1993年に釈放された。同様に大統領が皇帝に即位した例。ありがとうございます。